僕は冒険する。イビルスだ。さあ皆さん、舞台の幕開けです。あるいは平和という名のカーテンコ、もしくは我が出身ならオープニングセレモニーというやもしれない。歌いましょう、踊りましょう、凄惨な歌劇を。私も存分に楽しませてもらいますとも。酔いしれることしかできないこの血の宴を。第六区画から救援要請。イビルスの無差別攻撃に遭っています。その他第一、第二、第四区画も敵勢と衝突。被害が爆発的に拡大中、全容把握しきれません。なんだ、何が起きている。これではまるで戦争ではないか。栄光あるオラリオでそんなことが。まさか。さあ宴の始まりだ。いい声で泣け、そして死んで。やめてくれ。死ね、無知の罪人ども。消え去れオラリオ。死ね、世界を救ってよ。助けて。我が命をもって怪人に来た。お前は。ああ、やれ、オラリオに真の絶望をもたらすのだ。民衆も冒険者も神々さえも全員皆殺しだ。これは私たちとてめえ大抗争だからな。私たちがグズでいることは許されない。しかしでも、だって こんなことあっていいはずがない。こんな地獄絵図が。現実から目をそらすな、タワケ。絶望の虜になるな、アオニサイ。
考えるな、動け、戦え、一人でも多くの命を救え。これ以上アーディの二の前を増やすな。行きますよ、頑張って。参ります。気をつけるにゃ。出やがったな。蹴散らしてやりなさい。始まるのかにゃ。敵の数が多すぎる。どこからでも湧いてきやがる。指揮系統が麻痺してる。市民を守ればいいの？敵を迎え撃てばいいの？知るかよ、知らねえよ。どうすればいいんだよこんなの。落ち着きなさい。あなたたちの動揺は守るべき者たちにも伝播する。あんたはアストレアファミリアの。市民の避難は全て都市中央に。盤面を俯瞰できる者たちは必ずそこに集結する。あなたたちはどうかここで力なき者たちのための盾に。私の名をもって星の看護を与えます。どうか耐えて。はい。アストレア、無茶をするな。神が護衛もつけず子供たちの鼓舞なんて、体を張りすぎだぜ。あらヘルメス、高いところから一人状況を見渡しているかと思ったのに。そういうあなたはどうしてここにいるの？俺は女性の味方でね。ましてや麗しい女神の損失なんて耐えられそうもない。ゼウスにも負け犬呼ばわりされてしまうぜ。あとはそうだな、俺もガネーシャの真似事をしてみたくなったのさ。それならば私と同じ。少しでも子供たちの背中を押し命を救う。ヘルメス、エスコートを頼める？勘弁してくれ。あなたとの逢瀬は夢見ていたが、こんなデートはあんまりだ。あいにく、俺の子も総動員してる。はっきり言って手が足りない。霊能の神二人が火の手に巻き込まれたって、誰も気づきやしない。そうね。あなたの言う通りよ、ヘルメス。けれど。私は常々思うわ。神々は下界で子供たちを見守ることしかできない。けれど、挺身して光の道筋を示すことくらいは許されると。子供の成長を願うというのなら、親の背中を見せるのも一つの方法でしょ？だから、行きましょう。ああ、まったく。ちっとも似ていないのに、あなたはアルテミスと同じおてんばだよ、アストレア。冒険者の主戦力を
三つの拠点に集め、これ以上のないタイミングで一斉放棄。戦力不十分、確定されていたボテ、都市全域に仕掛けられていた罠なんて止められるはずがないわ。失礼します。無礼をお許しください。イビルスの破壊行為止まりません。都市の混乱も収拾がつかず、どうかご決意を。バベルを防衛、いいえ、セントラルパークに兵を布陣させなさい。ロキの子たちも来るわ。ロキ、ダメだ。被害を食い止められない。相手をいくら倒しても自爆されて差し違えられる。走り回る生きた爆弾、最悪や。手段を選ばん言うても限度があるやろうが。しかし、これ以上の一派かげた戦況やっちゅうのにまだ嫌な予感がする。こんな窮地さえ前座に過ぎんような。ロキ、フィン、来たか。リベリアとガレスは？部隊の半数を預けて南の迎撃に向かわせた。避難民の誘導はどうなってる？できる限り呼びかけて、このセントラルパークに集めたる。ホームから連れてきたラウルたち、あとはフレイヤの子もおるで。助かる。広場の周囲に沿って防衛線を築く。ギルド本部とここが砦だ。指揮は僕が取る。団長、各方面敵の攻撃が激化する一方です。セントラルパークにもイビルスが迫ってきて。敵の爆撃に惑わされるな。戦力ではこちらの方が上だ。避難民の誘導と並行して自爆兵の対応を徹底。魔法および魔剣で攻撃すれば敵の火炎石に引火して自滅する。爆破に巻き込まれないよう常に距離を置いて戦え。了解。狙撃手段のない冒険者は敵の足を狙え。武器でも瓦礫でも何でもいい、投げつけろ。行け。このセントラルパークが最終防衛線だ。力なき者たちを守れ。参ります。僕だって。参ります。行くよ。ファイヤーボルト。うわ。出たな。負けさせないよ。うわ。都市の北部にはフレイヤファミリアの予備隊、第一級冒険者たちが布陣している。ギルド本部および工業区の防衛は全て任せる。援軍は送らない。もしもの時はギルドスレイブの命令を仰げ、北の指揮の全権を彼に預ける。団長、こちらの指示を見越していたかのようにギルドスレイブから伝令。こちらに負担をすべて押し付けるな、高顔無知のバルームが死ねえ、だそうです。超怒り狂ってます。そうか、僕も死ぬ気で頑張るから、貴殿の健闘を祈ると激励を送ってくれ。俺死んだかも。都市南方の攻勢が激しい。イシュタル派のバーベラ、椿も向かわせろ。南から南西にかけて戦力を集中させる。ビーザルんとこにも生きのいいウェアウルフがおるらしい。そっちも派遣させるにゃ。こちらの被害はすでに甚大が、立て直せる。第一級冒険者を中心に展開すれば
ヒガの戦力差ならば覆せる。ここはオラリオだ。都市全土を巻き込もうと総力戦になれば、叶う勢力は存在しない。イビリスもそれは分かっているはず。指のうずきは強くなる一方、ここから一体何を仕掛けてくる。団長、南西で持ちこたえたファミリアが壊滅、上級冒険者が全員やられたっす。バレったか。違います。体験を持った戦士と女の魔導士に一瞬でたった二人にやられたっす。お疲れ様です。やりましたね。始まるのかにゃ。足が、俺の足が。脆いな、弱すぎる。いつから冒険者は腐った果実と化した。撫でただけだぞ。食らってすらいない。どこまで俺を失望させる。オラリオ、お前はいいぞ。風のように速いが、そよ風のごとく軽すぎる。蹴るんじゃねえ。何をしやがった。だから撫でただけだ。いちいち驚くな。冒険者ならばさっさと未知を基地に帰ろう。でなければその首跳ねて俺が食らい尽くすぞ。知った顔を見つけたな。となるとその猫はお前の後進か。アレン、フレイヤ様のもとへ行け。あの方をお守りしろ。ああ、何をほざいてやがる。おったる、この鎧野郎は俺が引き潰す。てめえこそ邪魔するんじゃ。聞け。俺をわずかでも団長と認めているなら言ってくれ。俺のためではなく女神のために。泥を飲んでくれ。変わらんな、その女神至上主義。まだ父離れができていないのか、クソガキ。バカな。なぜお前がここにいる。ザルド。何をしている。忌むべき雑音だが、二度と聞くことのない旋律。それに耳を傾けている。私なりの拝聴にして黙祷だ。いくら煩わしくとも、いざ失われるとなれば惜しむ。それが人だろ。貴様の所業は
人のそれではない。貴様の足元に広がっているもの、それは何だ？ガラクタ。もういい、消えろ。己の命をもってその非道を償え。産家、三度の言動、我が名はアールブ、ヴィン・フィンブルベトル。アタラクシア総裁。いや、向こうか。ゴスペル。相変わらずやかましい連中だ。8年前から何も変わっていないと見える。この魔法の味、まさか。その唯一の異能、貴様は。静寂のアルフィア。新時代以降、眷属の中で最も才能に愛された女。才能の権化にして最下の怪物。生きていたのか、ヘラファミリア。俺がなぜここにいるかだと。ゼウスが消えたならば、相応の戦場を求めるまで。それで納得できないか。ベヒーモスの戦いから一線を退き、死んだとまで噂されていたお前が、なぜ今になって。亡霊に見えるか。足はついているぞ。それとも悪夢に食い散らされるのが所業か。なら剣を構えろ。一口で頭をかじるのも味気ない。せいぜい咀嚼して俺の血肉としてやる。わからん。何がだ。俺には学がない。しかしそれを差し引いてもわからない。かつては流星を極め都市を守ってきたお前が、なぜ今イビリスにつきオラリオを脅かすのか。その矛盾は一体何だ。おいおい、俺はもう剣を構えているぞ。にもかかわらず相対した敵の動機を知らなければ戦えないか。なんたる土弱、なんたる脆弱。派閥は違いだ。お前の泥臭さを俺は評価していた。見込み違いだったか。まあいい、ついでに語ってやろう。俺の矛盾とは、今のお前に抱いたように全て失望の延長だ。都市を襲う理由が失望。何を言っている。何に失望しているというのだ、貴様は。全てに対して。そしてその中にはオラリオも含まれる。それだけのことだ。ふざけるな。貴様がいくら強大であろうと、落胆一つで都市を破壊する道理などあるものか。さえずるなよ小娘。ここは雑音が多すぎる。ならば間引くしかあるまい。ゼウスとヘラの増長を許し、この写し世に甘い夢を見せた。ならば
眷属たる俺たちに一旦の責任はあるだ。だから潰す。新時代はもう終わる。私たちが終わらせてやる。故に果てろ、冒険者。冒全てを静寂に返してやる。途絶えろ。アルフィアが始めた。俺たちもやるぞ。女に先を越されたまま男など名乗れまい。アルフィア、ヘラファミリアまで。お前もつくづく運がないな、プレイヤーのクソガキ。こうしてまた俺に倒される。タケロ、来い。俺に食われたくなければ。気をつけろ。頑張って。脆い。くそ。脆い。やっ。ラッ。だ。脆い。くそ。そう。は。そう。弱すぎる。その調子。頑張ります。無念。お手伝いします。お任せを。へい。いいぞ。申し訳ありません。ホッタル。おったる。おい、ふざけるな。何のつもりだ。寝てるんじゃねえ。おったる、何してやがる。さっさと立ち上がれ。やったぞ。王者が倒れたぞ。かつてのゼウスの眷属にして、今はイビルスの使徒ザルドが最強の冒険者を討ち取った。讃えるのだ、どうしよう。ザルド、ザルド、ザルド、ザルド。王者がやられた。バカな。しかもゼウスファミリアだと。たわいない。ライエル。
中冒険者が落ちた。都市の最強戦力が今日もあっけなく。これで総力戦の前提は覆ったぞ、フィール。もうてめえらはおしまいだ。さあ、ショーの本番だ。ああ、邪悪を開こう。この程度か。期待しすぎたな。立ち上がれないのならそれまでだ。終われ。ち逃げたか。まあいい。また屈辱の泥でも噛みしめろ、クソガキ。構いはしない。どうせ誰も逃げられない。あの神のシナリオからは、決して。報告！都市南西方面の味方が、冒険者が、全滅しました！全滅？すべての冒険者が？はい。撤退した者もいるようですが、今、南西区画に立っている冒険者は、いません。ロキ、団長！リベリアさんとガレスさんが、敗北したと、知らせが。なんやと？二人は無事なんか？ペルセウスがお二人を回収したそうですが、重傷で、すぐに再起は不可能だと。そんな、リベリアさんとガレスさんが、負けた？敵の情報は？灰の髪の魔導士、妙霊の女、超短文詠唱を駆使し、桁違いな攻撃は愚か、魔法による砲撃も効かないそうです。開発の魔導士、さらに魔法の無効化、アルフィアか。ゼウスのザルドだけでなく、ヘラの眷属まで。8年前から能力に変動がなかったとしても、どちらもレベル7。現状の戦力でもかなわない相手。戦況を掌握された。これが切り札か。イビルス、バレッタ。王者たちの敗北を受け、各ファミリアの士気が下がっています。南方を中心に敵の蹂躙を押し返せません。団長、せめて援軍をリベリアさんたちの元へ。ダメだ。僕たちはセントラルパークを、バベルを死守する。この戦いの中で敵の狙いは間違いなく。防衛線より以南は放棄。残存勢力は都市中央に集結するよう号令を出せ。北のフレイヤファミリアとも連携を取る。最悪に違いない状況でなお、親指はうずき続けている。これですらまだ前座に過ぎない。何が来る？何がある？一体そこにいるのは。誰だ？このシナリオを書いた神は。イビルス禁制の都市破壊計画。バカを言うな。うまくいきすぎている。
時期、塩梅、潮、あらゆるものが人知の範疇に収まらない。必ず裏で全てを画策した神がいる。そしてそれは今もなお私たちを嘲笑い、さらなる絶望に突き落とそうとしている。恐ろしい邪悪の態度、まだ何かが待っている。アリーゼ、どうした？アストレア様が危ない。何？理由わかんない。でもカン、アストレア様に危険が迫ってる。探さなきゃ。待ってよアリーゼ。探すったってここを離れる余裕なんて。いや、いい。ネーズ、イスカ、マリュー、アリーゼと一緒に行け。ダイラ？うちのアホもフィンと同じで、虫の知らせを感じ取っちまうたちだ。もし本当にアストレア様に何かあれば、私たちはそこで終わる。こっちはガネーシャの連中と合流して、何とかしてやる。ごめんなさい、ヒライラ、任せたわ。もしくたばっちまったら、天界から唾を吐きまくってやるからな。ダメよ、死んじゃダメ。ボロボロになったって私が許さない。団長命令、耐えて、そんで生きて。早く行っちまえ、バーカ。アストレア様は前線に出て指示を出してる。接触した冒険者の情報をたどって探し出すわ。わかった。アストレア様。出たな。気をつけるにゃ。ファイアボルト！出たな。蹴散らしてやりなさい。ファイアボルト！出たな。気をつけるにゃ。ファイアボルト！アストレア、止まれ。何かが来る。闇がうごめいた。都市を焼き、悲鳴を呼び起こす豪華でなお、照らし出すことのできない暗黒の奥で、何かが瞬動した。うねり、歪み、ねじ曲がり、ギチギチと、ゲラゲラと、縛るように、笑うように、音を立てて、その漆黒の眼差しで、私たちの身を貫く。まるで、肉を裂く牙を見せびらかすように、黒銀の光を携えながら、闇を這い出て、私たちのもとへ。アストレア様！アリーゼ？ご無事ですか？なんだかすごく寒くなって、アストレア様を探さなきゃって、私。
我が身を顧みず、挺身し続けた正義の女神。故に見つけるのに時間がかかってしまった。正義を司る君だけは真っ先に葬り、この地を闇に染めたかったんだが。コングラチュレーションス、アストレア。君自身の勇断と、そして眷属に感謝しろ。そして見届けろ。生贄に選ばれなかった以上、これより始まる邪悪を、正義を司る君が、最後まで。あなたは？お前は、まさか。今のは、神？ヘルメス、追うわ。追って、確かめなくては。ダメだ、アストレア。今はよせ、今は行くな。とてつもない何かが、この場所で起きようとしている。今すぐここを離れて。あれは？君と僕の絆の勝利だぜ！